ジャガーマーク4は、イギリスの自動車メーカー SS カーズが1935年から第二次世界大戦を挟み1948年まで生産していた4ドアサルームである。1939年に SS カーズが過去最高の生産実績を上げることに貢献したが、1939年9月3日の第二次世界大戦勃発により、在庫パーツによる生産へ移行し、 1940年夏には軍需産業への移行を余儀なくされ、一度生産中止となった。戦後はピクニックテーブルを廃止、ブランドを SS ジャガーから単なるジャガーに変更してニサルーンとサンサルーンが再発売された。ジャガーマーク4にサルーン SS1 の後継者として1935年9月のロンドンモーターショーで発表された。エンジンは スタンダード製内径ファイ 73.0mm、工程 106.0mm、直列6気筒 2664cc で、ハリーウェスレークによりオフ化され、圧縮比 6.4SUCH、ツインキャブレターにより燃料供給され、SS カーズの製品として、初めて 100HP を超える 102HP、4600RPM を発揮し、最高速度は、 時速1 3 8トルであった。トランスミッションは 4MT。ステアリングはウォームナット。ブレーキは前後ともドラム式。車種はスタンダード製。サスペンションは前後ともハンダエンリーフ式。ボディはホイールベース3 0 2 0ト、mm、ル全長4 5 2 0ト、mm、ル全幅1 7 0 0ト、mm、ル、全高ミリメートルで、 SS1 よりも背が高い。車両重量は 1537kg。後継者は、ジャガーマーク V、SS ジャガーマーク41サルーン SS2 の後継者として2サルーンと同時に登場した。エンジンは、SS2O と同じスタンダード製4気筒 1608cc で、サイドバルブのままであるが、出力は 52hp に向上され、最高速度も、 時速 112km となった。ボディはホイールベース 2860mm、全長 4390mm、全幅 1660mm、全高 1520mm で、ニサルーンよりあや小型ではあるが、非常に高い拡張と風格を備えていた。出力不足が言われたが1939年には 65HP。HP 4500rpm のオフ 1776cc エンジンを採用した。戦後はエンジンが供給されず、再発売されなかった。後継者は、強いて言えば、小型ジャガーという意味で1955年発売の、ジャガーマーク12.4である、ジャガーマーク4サンサルーン1938年に発売された。エンジンは、スタンダード製で、 ボアファイ 82.0mm ストローク 110.0mm の直列6気筒オフで 3485cc 圧縮比7 2 s u c 一、ツインキャブレターにより燃料を供給され 125HP4250rpm または 125HP4500rpm ボディはホイールベース 3020mm 全長 4520mm、全幅 1700mm、全高 1470mm、車両重量 1537kg、トランスミッションは 4MT、ステアリングはウォームナット、ブレーキは前後ともドラム式。ありがとうございます。